こちら、サムライ塾のことです。こちらの動画ではですね、日照簿記2級のための連結会計 DVD についてお話をしております。はい、では行きましょう。まずですね、画面の共有をいたします。はい、今ですね、皆さんの方には、画面の、僕のね、画面と同じ画面が映っていると思います。はい、で、こちらですね、画面を通じて、お話をしていきましょう。はい、今ですね、丸ポチのね、赤いやつがついたと思うんですけど、こちらのね、赤い丸ポチを追いながらお話を聞くようにしてください。はい、じゃあ行きます。単価 DVD 型、日照簿記2級のための連結会計講座ということでお話をしていきます。はい、当講座は日照簿記2級の受験生、または基礎固めしたい日照簿記1級受験生を対象として、日照簿記2級の範囲の中からピックアップ。まあ、これを単価講座と言います、ね。フルセットからピックアップしますね。と言います。された難易度の高いですね。連結会計。これを、はい、丁寧に、これでもかというほど丁寧に学習する単価 DVD 講座です。ということでね。こちら DVD の教材なんですが、ね。日照簿記2級、非常に最近難しいですね。うん。で、その難しいと言われる理由の一つにですね、連結会計ですね。かつて1級だった、日照簿記1級の範囲だった連結会計が降りてきたんですね。うん。で、なおかつね、まあ、簡単な部分だったらまだいいんですけどね、まあ、前傾1級の商業簿記ぐらいのレベルだったらいいんですけど、なんとね、結構難しいレベルでね、降りてきちゃいました。ね。とんでもないですね。151回とか153回のね、日照簿記2級のね、連結の過去問題。やってみるとね、わかると思いますけど、すごく難しいわけですよ。ね。うん。で、そこでですね、やっぱちゃんとね、こう分かってないとなかなか、理解はね、しづらいというところですからね、こちら、連結だけでもね、ちょっと勉強をしっかりとしたいというふうに思った方がね、まあ、結構いらっしゃるんじゃないかなと思いましたんで、こちらの講座を作ることにいたしました。ね。でまたですね、日照簿記1級のね、受験生もですね、まあ、連結はもちろん全部、範囲に入ってますけど、ちょっとね、暗記型でね、結構連結やっちゃう方多いんですよ。勉強方法としてね。うん。で、やっぱ理解型にちょっとしたいなっていうふうにね、思ってる方がいっぱいいらっしゃると思います。日照簿記1級のね、受験生でもね。うん。そういった方にもね、基礎固めとして非常にこう最適なね、教材にしましたのでね、ぜひぜひご活用してみてください。はい、じゃあ次行きましょう。当講座は教室ライブ講座、講師、私ですね。あなたの目の前にいる講座ではなくて、DVD 講座ですと。ということでね、まあ、新型コロナウイルスの影響、全く受けませんということでね、ご安心ください。はい。なお、講師が私ですね、白紙から下書きを書いていく姿を写すスタイルの講座ですと。ね。また、DVD 再生デッキだとか、ね、各自用意してくださいと。ということでね。うん。見本動画の方をね、こちらの動画のすぐ下の方にもリンク貼っときますからね。あ、こんな感じでやるんだってことでね、体感をぜひしてみてください。はい。で、次ですね。当講座の DVD は、ごとみちょ、私ですね。本人が一枚一枚、心を込めて焼き回しさせていただく手作りの DVD 教材になります。ね。上書き保存がね、できるタイプの DVD で、焼き回ししますからね。ご使用後にね、ご自分の好きな映像にね、上書きしていただいてもちろん全然 OK です。ね。はい。ただしですね、一枚一枚焼くんで、はい、ご注文から到着までですね、まあ、約2週間前後ね、ちょっとお時間をいただくことになると思います。ね。こちらの方は手作りですから、あらかじめご了承ください。当講座は、単価 DVD 講座なので、他のフルセット講座のようにですね、まあ、質問サービスというのはございません。たのね、例えば、日照簿記2級のですね、フルセット講座ね、まあ、1回から23回までね、1回あたり2時間で、フルセット講座あるんですけど、この講座をね、お申し込みされた方はですね、僕に対してメールでの質問、まあ、お電話での質問ね、動画でのね、ご回答ということをやっておりますね。メールはね、そのメールで返します。電話の場合、電話でね、お返しします。まあ、ここまででもね、画期的な質問サービスだと思うんですけど、動画でね、なんと僕、お返ししてるんです。ね。例えばね、塾生さんからメール、もしくは電話の方でね、質問がありました。ね。そしたらね、うん、ちょっとこれはメールではなかなか返しづらい。ちょっと複雑な内容だな。電話でもなかなか伝わりづらいな。ということでね、そういった場合は僕は動画で撮影するんですよ。ね。たっぷりとね。
そういった見本動画いっぱい、上がってますからね、またそちらの方も参考にね、あ、こんな感じで返してくれるんだ、みたいなね、感じで、実感していただきたいんですけどもね、僕そういうサービスをフルセットの方では、込み込みでやっております。ただしですね、これ単価講座なんで、それは含んでおりません。ね、したがってね、質問サービスの方は基本的にございませんのでね、こちらの方はあらかじめご了承ください。ただしですね、別途料金になりますけど、DVD のですね、受講生さんはですね、特別価格、1時間あたり3000円、通常5000円なんですけどね、通常1時間あたり5000円なんですけど、特別価格で1時間3000円あたりですね、で、ズームです。今これまさにズームでやってるんですけども、ズームによるですね、ワンツーマンでのご質問ですね、こちらの方は可能になりますね。したがってですね、ご質問がある方はね、ぜひこのズームでのワンツーマンの、ね、質問講座1時間あたり3000円ね、こちらの方をご利用ください。でまた、ズームのですね、インターネット環境等についてはですね、各自、設定しておいてください。ね、はい。では、次行きましょう。ちょっとずらします。はい。ちょ。どこまで行きましたっけ？はい、ここですね。はい。受講にあたっては、電卓少し大きめの12キャッターと、費用をご持参ください。で、講義時間数なんですけど、総計で約、7時間程度になります。ね。なお、この講座ですね、この単価講座ですね、2級のフルセット講座、これ全部で、23回かける2時間で、僕はね、フルセット講座、販売させていただいてるんですけども、このうちですね、20回から23回まで、23回の、1本目なんですけど、1時間だけなんですけど、が、連結会計の部分なんです。ね。したがってね、この部分を、収録した単価 DVD になります。ね。はい。ちょっとレジュメの番号とかがね、1番目からなってませんからね。42番から57番かな。うん、ってな感じで。ちょっと、ね、途中で税効果とか入ってるんですけど、それちょっと除外させていただいてね、なってますんでね。こちらの方はご了承ください。ね。僕のフルセット2級の中から連結だけピックアップしたってことですよ。ね。はい。で、受講料なんですけど、これ9500円になります。税込みです。で、こちらにはですね、オリジナル PDF のレジュメ代も全部込み込みになっております。ね、はい。ただしですね、DVD の送料ですね、あと、オリジナル PDF のレジュメ代のコピー代ですね、とか、あと、参考テキストがあるんですけどね、まあ、2310円なんですけど、こちらの方はね、別途負担でよろしくお願いいたします。ね。私に払うのはね、9500円だけなんですけどね、まあ、業者さんとかね、払うのが送料とかね、まあ、コピー代とか、テキスト代とかいう形になります。はい。で、参考テキストは、平成29年9月改定、教員の合格率 78%、日商商業簿記2級合格塾、まあ、セルバ出版社から出させていただいたやつなんですけど、こちらがね、参考テキストになりますね。まあ、こちらの方ね、各自ご購入してください。ね。インターネットでもしね、売ってない場合は、出版社ね、セルバ出版っていうところに直接ね、お問い合わせすればね、これ送料無料かな、うん、送料無料で、セルバ出版からね、郵送してくれると思いますからね。うん、ぜひ、セルバ出版の方に直接お申し込みをしてみてください。はい。で、本試験は各自、最寄りのですね、商工会社のサイトからお申し込みください。はい。じゃあ、続いていきます。当講座は単価 DVD 講座なので、お申し込みの締め切り日、および定員はございません。ね。従ってね、あなたがですね、欲しいと思った時にね、お申し込みされれば OK です。お申し込み前に必ず後藤未知央の YouTube 動画等で、人柄やあなたとの相性ですね、こちらをチェックしていただいて、ね、侍塾、つまり後藤未知央で大丈夫だと、確信を持った上で正式にね、お申し込みしてください。はい。お申し込み方法は、ホームページのお申し込みメールフォームから、二所目記2級、単価講座、括弧、連結会計 DVD、括弧投資希望とメールにてお申し込みください。追って、代金の支払い方法。まあ、これ、銀行振込ですけどね。代金の支払い方法や、PDF、添付などのね、手続きメールをいたします。でその他、ご不明な点ございましたら、どんなに細かいことでもよろしいので、ホームページのお問い合わせフォームからですね、お気軽にお問い合わせください。はい。で、こちらのですね、お申し込みもしくはね、お問い合わせに関してはですね、この動画のすぐ下にね、専門のホームページがあるんですよ、ね。その専門のホームページのリンク先貼っときますからね、そこをポスッと押していただけますとね、そちらの方のサイトに飛ぶようにしておきますからね、ぜひそちらの方からお申し込み、お問い合わせをしてみてください。はい、じゃあ、以下に戻します。よいしょ。
はい、ということでね、こちらの動画ではですね、二章簿記2級のね、合格のための、まあ、連結会計だけのね、DVD くださいというお話をさせていただきました。ね。で、このようにですね、今後ね、単価講座としてね、ちょっとフルセットはね、ちょっとまあ高いからね、もしくは、ちょっと自分にはね、あんまりこうフルセットは必要ないかなと。ちょっともう何回も受験してるからね、部分で、ちょっと集中的に勉強したいんだなっていうふうに思ってるあなたですね。まあ、単価講座がね、お待ちすると思いますね。はい、したがってね、今後、僕はね、単価講座もね、二章簿記2級も、1級もですね、まあ1級かな、1級が多いと思うんですけど、一級の方でね、単価講座を作っていく機会が多いと思いますね。これはまあ、大体1万円以内にね、ちょっと収めるように僕はしようかなと思ってますからね。まあ、今回も9500円ということでね、まあ約1万円以内にね、単価のディグリー講座ということでね、作っていこうと思っておりますね。はい、したがってね、今回は二章二級はね、まあ、連結ということでピックアップさせていただきました。まあ、他にね、もしね、ご要望がございましたらね、こういうちょっと単価講座を作ってほしいな、っていうね、ご要望がございましたらね、まあ、ぜひ、そういったね、ご要望もお問い合わせをね、メールフォームからしてみてください、ね。作成をね、制作を検討させていただきたいと思います。はい、ということでね、連結会計のね、DVD 講座のご案内でした。はい、じゃあ、頑張ってください。